ちなみにこちらの車、初年度登録が平成28年の2月とで、車検が、令和3年の2月まで、有効ですね。走行距離がまさかの3397キロと、いやこれはいいんじゃねえの。では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ハンドル重たあれこんな重いかな。いやシビックタイプ R シビックタイプ R これ208台目って書いてますね。すごい。あそうですね、750台限定のうちの203台、はいはい、ということでもう超レア車を今乗っております。FK2 ですよね、はい、これ FK2 次 FK8 って飛んでますけど。そうですね、なんで飛んでるんですかね。ハッチバックが7なんですけどね。ハッチバック7間に何かあったかな。あったと思う。なんかあるんでしょうね、はい、外国でひょっとしてナンバーリングがあったりして。おお。あでも全然思ってたより乗りやすいかもしれない。あリアこんな感じに見えるのか。ありますね、ね、この時代からターボになったんですよね。そうですね。これの前はもう完全に NA で握ったそうですね、はい、今回5代目の FK2、うん、2015年モデルからいいなどですね。 VTEC プラスターボ VTEC プラスターボ FF 最速を目指していやそうですよ、はい、作られました。これでニュルンブルクリンク。そうですね、2015年デビューして、はい、FF、まあ、C セグメントで、はい、最速ラップを更新して、なおかつ最高時速の目標が開発目標が270キロ、おうおう、まあ、これも達成して、はい、まあ、あのニュルの、ね、あのタイムは新しく出てきた車に次々抜かれてますけども、うんうん、まあ、出た当時は目標は達成しました、はい。まあ、あれですよね、ああいうニュルって言ったら結構カーブが多い。そうです ね、高低差もあって、はい、タイムを出すのが非常に難しいコース。そうですよ ね、まあ、結構こう足回りが固めかなと思ったんですけど、今乗った感じそのなんて言うんでしょう、普通の街乗りもこれぐらいの硬さだったらいきますね、いけそうかなと。そのニュルだけ走るんだったらガチガチでいいんでしょうけど、はい、これアウトバーンを走った時にそのままだと飛び跳ねてしまうので。そうですよね、あれもうアウトバーンってもう上限なしなんですね。そこで綺麗にね、はい、走るためにはもうちょっとこうソフトを作らないといけないんで。あそうか、跳ねるともう飛んじゃうわけですよね。飛びますね、あのスピードで走っちゃうと、はい、あのアウトバーンで。そうで、しかもそんな日本のね高速道路みたいに整備されてないから。そうですね、うん、トラックの輪立ちみたいなところでガンって跳ねたらもう恐ろしいですよね。まあ、その辺もこの考えられてサスペンション調整されてると。そうですね、まあ、でも何よりこの限定750台っていうのは。そうですね、タイプ R の中で一番希少なモデルになりますね、はい、いやそうですね、歴代ありますけどこれをね、もう倉庫にね、うん、きれいに屋根付きのシャッター付きの倉庫をお持ちの方もしいらっしゃったらね、これぜひ中古販売してますので、今これ寝かしといたら絶対またいい値段で売れますよね。おそらく相当寝かさないとダメじゃないですかね。でも今海外ですごい日本車ブームといいますか。そうですね、年式の古いやつがすごい人気ありますね、はい、あの右ハンドルが、うん、輸入が OK になったんですね。古い25年かな、カナダは15年ですけど、なんかそれですごい若い子らの中で、あのイニシャル D とかなんかあの映画ありましたよね、はいはいはい、なんかそういうので日本車が出てきてクールだとで、まあ安く輸入してきて、うん、若者の間から流行りつつあるということで、
まあ多分右ハンドルなんで乗りにくいと思うんですけど、そうですね、それでも当時のこの80年代90年代ぐらいのね古いタイプ R とかがまあ向こうで走ってるらしいですね。あれもう1台ありましたよね、なんかインテグラそうですね、入ってきましたね。 BC5 が珍しく、はい、った感じ。乗ってしまえばこの車幅もそんなに気にならないですよね。1880でしたね、はい、1880。ホンダ株に向かれました。株にタイプ R が向かれた、はい、タイプ R に向かりました。チンタが走ってましたんで。っていうかね、まあ、あの安全運転で、ね、今日はあの40キロ巡航で行っております。プラス R、 あれなんですね、モード切り替えてこれしかないんですね。そうですね、 K8 と比べると、うん、あれはソフトも、なんかコンフォートっていうのが確かありましたね。コンフォートもあったらいいんだろうけど、うん、これにはないですね。いや、ほんでちょっともうだいぶ調べたんですよ、あのホンダ、最近ホンダ E が欲しくなってきて。ホンダ E はい、あの電気自動車、もう8月にね予約という開始で、はい、今日ご予約いただけるんですか。今日違いましたっけ。あれ頭金ちょっと今1万円ぐらいしかもできないんです。とりあえず1万円いいですかとか言って。いや、まああれもねうまいこと入ってくればいいですけど、はい、あれが結構販売価格が予想では高くなりそうだと。そうです ね、ヨーロッパよりもちょっとなんか高いイメージありますよ ね、はい、400万台っていうとこでしょうね、うん。でそれから考えたら、いやひょっとしてタイプ R 手が届くんじゃねえかなと、おいうこともねちょっとよぎってきて、はいはいはい、タイプ R の方がリセールが良さそうです。そうですよね、いやもうそうなんですよ。電気自動車ね、売る時がえぐいですよね。バッテリーの価格が下がっちゃいますからね。あ、やっぱそういうことなんですか、うん、あれバッテリー、まあ、消耗品っていうことなんですかね。そうですよね、うん。ホンダ E の場合はバッテリーがちっちゃいので、はいはい、価格に占めるバッテリーの割合は少ないっていうことにはなります。なんか一時期あれこう取り外し式にするっていう話もありましたよ ね、バッテリーをこう、ホンダの電動バイクで郵政が使ってるのがこうバッテリーをぐちゃぐちゃっとはめ替えるタイプ。まあ、あれだったらね、僕はあのマンションなんですよ、はいはい、で立体駐車場でコンセントがないんで、いやそれ問題もあるんで、まあ、もし家に持って帰れるんでしたら最高だなと思いますね。さすがに車のバッテリーは手では持てないんで。そうですね。でもなんか薄っぺたそうな感じはしますけど、重いと思います。重いでしょうね。いや今これちょっとシフトノブの感じ、うん、あ前の方がちょっと短いんですかね、こう後ろはちょっとカックンって感じ。いや普段もうオートマしか乗ってないんで、このマニュアルに乗るっていうこと自体がすごい楽しいですね。あでもやっぱこのエンジンの鼓動がすごいですね。そうですね、なんかちょっとこうずっと座ってたらお尻しびれそうな感じになるかな。エンジンマウントなんかもね、はい、ちょっとゴム系ブッシュは硬く設定されてるんで、うん、それってわざと硬くするんですか。そうですね、スポーツカーエンジンがこう、はい、回転数上げるとねじれるんですね。ははははこうグッと。そうするとね、はい、クラッチのつなぎ方とかこう微妙に変わったりするので、ちょっと固めといた方が。あ、じゃあつながりやすく。そうですね。するためには固くするってことなんですね。そう、乗りやすいですね。ちょっと今踏切なんで。はい。踏切怖いわこの前。あ、でも。でもそんなにいけますね。いけますよね。いけますね、うん、ちゃんとこう縦のこう減衰力とか、うん、FD のタイプ R と比べると、はい、だいぶ乗り味はいいですね、はい、いやなんか今もう跳ね上がるんかなと思ったんですけど、まあ低速だったんであれなんですけど、今ずっとね15キロぐらいで走ってますよ。なんかトロトロね、トロトロちょっと渋滞なんで、はい、もうちょっとしたら、そうですね、広い道で50キロぐらい出せそうなところ、はい、あれちょっと踏んでみようと思います。あと面白いのはね、はい、タイプ R の、 エンジンって K20C っていうんですね。はい、エンジン名ですか。そう、エンジン形式ですね、はいはい、で K20A っていうのも割と有名で、はい、あのターボのついてない DC5 なんかに入ってるやつなんですけど、うん、はいはい、じゃあK20B はどこに行ったんだって、ね、
ほうほうほう。これ面白いんですね。どういうことですか。 K20B っていうエンジンは、はい、ストリームの、はい、RN6 のね、はい、後期モデルのアブソルートに あれに入ってるんですか。積まれたのが 20B で、それだけなんです。アブソルートにレアですね。あ、じゃあそれ知ってたらそのね、ちょっと欲しなりますよね。そうですね。アブソ、ストリームアブソルート良かったですよ。あ、ストリーム、ちょっとワゴン車ですよね。そうです、そうです。あれも一時期流行りましたもんね。結構どこ行ってもみんな乗ってて、はい、あ、そうなんですね。じゃあそれ今だったらだいぶ安くなってるんですかね。そうですね、もうものすごく安くなってて、多分ほとんど海外に流出してるんじゃないですか、ね。やっぱ知ってる人だね、はい、VTEC サウンドがじゃあ、そうですそうです。これターボ車ですからそこまで引っ張れないですよね。なんかよく YouTube 見てたらもう VTEC で頭おかしくなってるやつらがいっぱいいる。見てますね。このね、なんか8000回転、え、なんていうんですかね、VTEC が効くっていう、はいはい、あれがなんか2段階ぐらい伸びるっていう。そうですね、うんばーうんばーっていう。とにかく回るエンジンらしいです。8000、もう8000でもレッドゾーンが いっぱいいっぱいですよね。そうです、回りますよ、うん。これはね、もうターボで、ターボやからもう3000回転ぐらいで最大トルクが発生してしまうので、そう。ちょっとおかしい系になっちゃいますけど、でもそういうのはちょっとね、公道ではさすがにね、やっぱスポーツカーといえども、ね、まあ、この車も、はい、310馬力ありますから、はい、すごいですね、はい、スポーツ走行するならね、はい、ぜひ走行会で、あ、そうですね、サーキットで走れば、はい、いっぱい楽しめる、ね、はい、あれって JAF とかで、そうですね、ライセンス、ライセンス取ってもらったら、はい、サーキットの走行会のライセンスだったら簡単に取れますので、うん、今だったらひょっとするとコロナの影響でリモートで、あ、リモートで資格が取れる可能性ある。あれ運転実技ってないんですか。もうそのサーキット走行 そのルールと、はいはい、安全とその旗のね、はい、意味合いとかを理解すればとりあえずサーキット走行できますので、いや、ホンダのなんかフィットもなんかそういうのありますよね。ありますね、ワンメイクで今、はい、いろいろ走行会やってます ね、ああいうのはちょっと軽いの一回試しに入れてみようかなと。いや、サーキット走行楽しいです、はい、なんか、はい、そういうのちょっと一回チャレンジしてみようかなと思いながら、うん、でもお金もかかりそうだなと。楽しいですよ。いや、でもやっぱこのタイプ R とか乗る方はぜひ、ね、いや、走ってほしいですね。サーキット上でこの限界走行っていうのを楽しんでもらったら、うん、より一層楽しいでしょうね。もうね、サーキット行ったら、サーキットってすごく広いので、はい、その本当にね、限界まで走れないですよ、最初は。怖いですよ、なかなか、はい、本当ね、スピード出せるので、ストレートの直線ぐらいですかね、はい、うん、でもあれ怖いですよね。もう一回ね、助手席に乗ったことあるんですよ、はいはい、あれ何やったか、レクサスのなんか F が出た時に、まあ、YouTube やる前ですよ、はい、で乗ったんですけど、もう最後も気持ち悪くなってもう酔いそうになって、うん、でなんかね、カーボンのブレーキやったんですよ。燃えてましたわ。赤くなってね。そんで、なんかスプレーで火消しましたね。こんなんだね。本当に燃えてたの。本当に燃えてましたね。これもあんまり走ると走行距離が伸びちゃうんで、レア車申し訳ないなって感じしますね。おお、なんかこうすごい、この曲線が、コクピット感がすごいですね。このシートがね、FK8 よりもホールド感がすごくあって。あ、こっちの方がなんかスポーツ走行に向いたシートになりますね、うん、この足元がすごいですよね。この足元のこの太ももが、そう、このね、太ももの横までバケットのホールドが来てますからね。昔のタイプ R ってレカロ積んでましたよね。 ありますね。今日の先ほど言ってた DC5 もレカロが、はい、あれレカロ入ってますね。このシートはホンダの。そうですね、ホンダオリジナル、うん、いや、でも手っ取り早くレカロ積んじゃえばいいのにと思うんですけど、自社開発するんですね。今度の新しいタイプ R、はい、ね、
柿沼さんに一回お会いできたんですよ。あのブレーキのところがダブルになるんですか、はいはい、あれ。そうですね、今まで、はい、なんていうのかな、穴の開いてるタイプだったんですけど、はいはい、そのブレーキの冷却性を高めるためにね、はい、あれがこうなんかたわんでくるって言ってましたよ、もう限界走行してると。おどんな走り方してんねんっていう。すごいですね。街乗りではちょっとありえないですけど。もうね、アクセル踏むよりブレーキ踏む方が難しいんですよね。あ、そうなんですね。実は、はい、でもあんだけブレーキ効いたらホイール汚れまくるでしょうね、あのこうブレーキの粉で。ですね。あ、それであれなんかな、レーシングカーって結構黒いホイールみんな履きますよね。あ、そうですね。リミテッドは確かBBS のホイールと、はい、タイヤがコンチネンタルからミシュランに変わって、あ、ミシュランパイロットなんちゃらですね。タイヤとホイールだけで確か10キロ軽量してるらしいんで。あ、軽いんですね、あれ。軽いですね。軽さを追求していってますよね、今度のリミテッド。そうですね、遮音性もちょっと犠牲にして、ね、だいぶ外しちゃったっていう、はい、なんか機能いろんなやつをただグレードダウンしてるんですよね、普通の乗用車に比べたら。軽くしないと、ね、だからもう完全にサーキット走行の車みたいな感じですよ ね、 そうですね。あれカラーリングがね、黄色と黒の。そうなんですよ、選べませんね、エアダクトのとこだけ黒で、はい、そうです、あの部分だけ色変えたいですね、うん、今のタイプあるの、うん、そうですね、見た目はそんな変わんないですけど、やっぱあの黄色はエグいなと、うん、嫁にこの黄色どうって言ったら、うん、いやっていやって私はこれは乗りたくないって言われました。なんか FK8 より震えてるような気がしますね。そうですね、確かなんか、うん、こっちの方がちょっとイケイケの車の感じが、うん、なんかエンジンのこのビーっていうのがしますね。確かになんかしますね、うん。それから思うとちょっと、もうちょっと街乗りカーになったんですかね、今の。そうですね、うん、もうちょっと一般向けになっ、まあ、コンフォートモードもついてますもん ね、 ね、新しいやつは、うん、こっちの方がスパルタンですね。スパルタンですね、うん、いやそんな感じがする。まだ30キロしか出してないですけど今日はあの柿本レーシングに行ってきたんですよ、午前中。あのフィット、私のフィット柿本レーシングに行ったんですか。柿本レーシングの堺にしかお店がないらしいんですよ、うん、はい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 。で、まあ、そこであのいかついマフラーを、はい、あのハイブリッドの。そうです、ハイブリッドなのにマフラー柿本ちょっとあの安く譲っていただいて、それを付けに行ったの。3000円で付けてくれるんですよ。おー安いで、一応柿本のやつも車検通るらしいんですよ、うん、なんかプレートがついてあって、はい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 、なんかこれだけなんか当てんようにしてくださいよ、ね、削れたらあれなんでって言って。じゃあ、あのマフラーでブイブイ言わせて。いや、ブイブイだからボーっとしてるんですよ。で、オートマなんでね、うん、あ、オートマというかハイブリッドカーなんで2000回転ぐらいしか回らないんですよ、はいはい、あの時速80キロぐらいで走ってても、1000回転とか2000回転でも下手したら EV で止まっちゃうんですよ。音がしない時あるんですよ。EV の時はいかついマフラーついてるのにシューッと、そうそう、静かにスーッと。確かにそうなりますね。でもあれ以上やっぱ大きすぎると、いや、このタイプ R の方が全然大きいですよ、音。あ、そうですね、これね、言おうとしてますね。これ全然その柿本とかいう、あの僕の書いたやつよりは全然すごい良い音になってます。なんかフィットもテールランプとかいろいろなんかアマゾンで安いの売ってるんですよ、うん、なんかね2万ぐらいで売ってるんですよ。安いですね。2万から3万ぐらいでなんか結構すんごいの買えるんですけど、あんなんて車検通るんですかね。なんか何が通らなくて、何がちゃんと光っていればいいんだけど、はい、例えば LED の玉がこう飛んじゃうと、はい、ダメですね。消えちゃうと。あ、もう全部ついてないと。全部つ、あ、1個でも、はい、例えばは、そうですね、もうジャラジャラしたのありますよ。そう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 、10個ぐらいバーってついてて、そのうちの1個でもかけたらダメってことなんですか。ダメですね。あ、そういうことなんですね、はい、いや、もうタイプ R はずっと30キロで走るっていう。よっしゃ、ちょっと走れるぞ。巻き込み確認 OK。 わ、ハンドル重て。ちょっと右でもいいですか、うん、
はもう3000ぐらいですかね、2500、3000、今ちょっと3速です。3速で今ゆっくり走ってます。ちょっと踏んでみます。分かった、やっぱ2500ぐらいですね。すごいトルクありますね。うわ、下級音がシューって言いますね。シューっていう音が、あー来るな。小石の跳ねた跡とか、うん、結構前の方見たんですけど、すごい綺麗かったですね。保管状態がね、はい、よくて、まあ、走行距離が少ないですからね。ね、3000ですもんね。うん、もう大事に乗ってはったんだろうなと前のオーナーさん思いますね。まあ、これ4速です。何速からでも行けますね。行けますね。5速でも行けるんちゃうかな。行ってるでしょうね。あのこうなったらオートマ乗ってんじゃねえかって感じしますね。すごい。やばいね。やばいね。めちゃめちゃパワーあるな。油断してたら。すごい。油断してたらえらいことになりそうや。急になんか来ますね、やっぱこうターブなんてね。実はね、この車、新車で、はい、店の方には1台も入らなかったんですね。あ、それぐらいリアルだったんですね。抽選でその欲しいって言われてたお客さんがことごとく外れてしまって、あ、それぐらいやっぱ人気だったんですね。それぐらい数が少なかった。うん、そっか、750台でそれですから。じゃあ今度ホンダ仙台っていやもう一緒でしょ。750台相当なんですね。ほとんど見ないんじゃないですか。はあ、仙台の車っていうのは街中で。ということはやっぱホンダ E の方がそうやっぱいいんでしょうね。まあ、あの当たればの話ですけど。いや、どうもありがとうございました今日は。いや楽しかったです本当に。